やっぱり、そういったねやっぱり調整ができる中にはやっぱりなんでしょうね、こう回路そのイコライザー回路が通るからとかねいらないからとかっていう話があるけど、やっぱり古い版とかねなんかを楽しむ時にイコライジング、して、音を変えてね自分の好みに変えて楽しむっていうのはやっぱり楽しいことだと思うんですね。で続きましてはいこれが、ダブルスタックの、モデルです。ちょっと誰かお手伝いをこのグリルを外していただけますか。はい、先ほどのシングル使い、1個逆さまにしてこれ皆さんよくご存知ですね。これバーチカルツイン、構造に近い、仮想同軸に近い状態、特に小型スピーカーの場合は何が魅力かっていうと音がね一点からね放射してくるようなイメージがねやっぱり魅力で、特にこのスピーカーの場合は単純に音がねこうストレートにこう一点から放射してくるイメージじゃなくて横に響きがついてきますので実にねこう小型スピーカーこの辺がねやっぱり距離を置くと開くんですよね。ところがそれが全くないっていうのはね、しかもこっち側にも横にも響いてくるんで、実に何て言うんですかねこう、三次元的な要素がすごく高いような、感じがしてます。で、さっきダイアナ・クラール聞いていただきましたけど、今度はカサンドラ・ウィルソン、これ僕ねすごく好きなのね。皆さんねカサンドラ・ウィルソンっていうのは派手な、ね、ドラムでねジャカジャカやるっていうことが好きじゃないみたいな、大抵ギターとそれからまあタブラとかボンゴっていうようなパーカッションで魅力的にリズムを刻みながらこう独特の濃い声でね、歌ってくるっていう、そこのアルバム作りが僕はすごく好きで、全アルバム実はまあコンピューターにも入れてるぐらいでちょっとそれを CD で聴いてみましょう。はい、すみません。お願いします。If blood will flow.Flesh and steel are one.